ストレートからの並べで、長いストレートからミドル打って、もう一つ打って、はい、今ですね、ラスト、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。アニマル選手のインタビューを解説させていただきます。はい、まず去年の K1 初参戦、はい、すごいインパクトが大きかったと思うんですが、周りからの反響っていうのはどのようなものがありましたか？そうですね、やっぱりこう自分で思った以上に、周りもそうですけど、一番やっぱ家族がすごかったですね。特にその格闘技を反対してた3番目の弟が格闘技始めたんで、これはすごい反響だなと思いましたね。それは お兄ちゃんかっこいいということ？いや、かっこいいとはやっぱりもともと、まあ悪いやつじゃないんですけど、仲はいいんですけど、やっぱりちょっとこう、なんていうんですか、こうトゲがある弟なんで、なんですけど、いきなりこうシャドウの動画が送られてきたりとか、これをなジャブをどうやって打ったらいいかとか、キックはどうしたらいいかっていうのが送られてくるようになったんで、そうですね、はい。それどうです、実際嬉しかったですか？いや、嬉しかった反面、どういう反応をし、やっぱりその難しい距離があった弟だったんで、あんまり急に、いや俺嬉しいよっていうふうに近づくのもあれだったんで、普通に真面目に答えましたね。ジャブはとか言って、まずはパンチは足から踏み込んだ方がいいよとかですね。ご家族以外ではそのどんな反応があったのか、具体的な反応があったりはしますか？そうですね、家族、あとやっぱ友達とかもそうですし、あとなんていうんですかね、こう、街とか歩いてても時々声かけていただいたりとか、やっぱそういうのがすごいこう前より全然増えて、なんかこう嬉しいですね、はい。K-1 のルールに関してのお話ちょっと伺いたいんですが、どうでしょう、実際に試合をしてみた上での反省点だったり手応え、逆に手応えというのはいかがでしたか？まあ、手応えはやっぱりそのなんていうんですか、なんていうの、やっぱり僕の一番強い部分を生かせるかなっていうのを一番感じましたね。やっぱ打たれ強いんで、でまず倒れなければ負けないっていうこのルールだったら、まあいいなと思ったの。まあ反省点はそうですね、もっと軽量級の選手みたいな、ああいう何ていうんですか、僕やっぱ野獣なんでね、やっぱガサツですけど、ガサツだけどその中にもうちょっといろんなテクニックを混ぜて試合していきたいなと思いますね。そういう意味で言うと、前回の試合を終えて今回の試合に向けてどんな練習をされていますか？まあ、前回と、内容は重複しているところはもちろんあるんですけども、まあ、前回よりも早い段階でまずセコンドについてもらっている鈴木社長の追い込みもスタートしましたし、
あとはまあフィジカルを結構今回はあの気合い入れてあのやってるんで多く。なんであの軸がだいぶもっともっと安定してあの強烈なパンチを打てると思います。あの練習する上で一番意識しているのはそのフィジカル面というところになりますか？いや正直練習する面で一番意識しているのはやっぱりこう目の前にいる例えば久木さんとか例えば久米さんだったり初さんだったりそういう先輩たちとやっぱ練習してるのがやっぱりなんて言うんですかね、もう普段が試合みたいな感じなんでもう意識しないと倒されるっていう覚悟のもとに練習してるんでそれが一番いいかなと思いますね。まあ、前回の衝撃的な K1 デビューに次いで今回 K1 2戦目となりますが、はい、福岡大会で相高選手に対してアピールしていたんですが、はい、もともと戦いたいっていうのは思っていたんですか？いやもともと戦いたいっていうか、まあ、正直初めて試合出る前であれだけどなんかこう試合前のふとした時にてかなんかその前にコメントとかでなんかこの YouTube 出してもらった時になんか似てねみたいな感じのことをなんかこう言われたりなんかに書いてあったのを見たんでいやこれはいかんなと思ってですね。でこれはいかんなっていうのはあの同じキャラを、ああそうですそうですそうです、だからやっぱりしかも同じ階級なんでねやっぱ一人でもう一人しか いらないと思うんで、あの試合に関して言いますとお互いやっぱアグレッシブな印象がすごい強いんですが、あのアニマル選手的にはどんな試合になるんだろうなと思ってます、今回の試合。いやもう本当になんていうんですか、歴史に残るスーパー打撃戦になると思います。あの本当肉と肉がぶつかり合う音が日本武道館に響き渡ると思いますね。じゃあその迫力という部分では皆さん楽しみにして、まあそのだからさっきも言いましたけどなんかこう軽量級みたいな速い動きとかそういうのはやっぱ重量級はちょっと少なくはなってしまいますけど、でも一撃で流れが変わってくるんで、あの前回のシナと KG の試合もそうですけど、あの全部があの一撃で変わるんで本当に目を離せない試合になると思いますし、まあ、あとはそのなんていうんですか、あのやっぱりねあの圧というかやっぱり体重が重たいやつの方があのもちろんパンチも重くなりますし、まあ、そういったところが見どころかなと思います。あとはまあ前哨戦という形で会見だったり、はい、SNS でのやり取りあると思うんですが、はい、その前哨戦の印象はどうです？いやもう0ラウンド目は 100-0 で僕の勝ちですよね。多分30対26ぐらい判定になったとしたらでも0ラウンドは本当に KO ですよ。だって相手は僕は攻めて相手はいやいやいやって言ってるで、それでも僕は攻めたんで攻め切って終わってるんで僕の勝ちですね。あと大事なのは1ラウンド目から。正直前哨戦は物足りないものがあります。あなんか期待してちょっとなんかまあそれは育った環境も違うから あのどんな人か知らないけどもうちょっと来るかなと思ったけど意外とあれだったんでああみたいな。まあそれはそれで続きは、まあそうですね、まあ そんな、まあ、前哨戦は別にあくまでなんて言うんですか、まああのね、口だけのただの口喧嘩みたいなもんなんで、まあ最終っていうか普通にその28日が本ちゃんなんでそこが一番重要かなと。タイトルマッチ経験者相高選手に勝利したら、はい、やはりその今度アニマル選手のタイトルマッチっていうのが浮上すると思うんですが、はい、その点のチャンスっていうことに関してはいかがでしょう？いやこの間もやっぱり記者会見の時にケージ選手も言ってたんでね、アニマル選手もさっき言ってたけど俺は誰とでもやるしノータイトルはやらないって言ってたんで、もうそこまで自分で自負してるから、まあ勝った暁にはまあでも次チャンピオン入れ替わるかもしれないんで、だけどまあタイトルマッチをあおろうと思ってますね。はい、まあその先ほどまさにおっしゃられましたが、まあチャンピオン入れ替わるという可能性があるのは大前提としまして、現王者ケージ選手もアニマル選手も九州出身というところで、やはり九州出身対決の、タイトルマッチを実現させたいという思いは強いですか？そうですね、やっぱり僕福岡地元、ね、で前回初めて11月福岡で試合させてもらったんで、やっぱり福岡でタイトルマッチやりたいですね。
というところで言うと、やはりそこをやるためには今回の試合大きいと思うんですが。そうですね。だから別に何て言うんだろう、ね、もちろん勝ってあれだし、眼中にないとかそういう風な感じでも思ってないし、やっぱりやつを倒さないことには道開けないんで、そうだからかなり重要だと思ってますけど、でも普通に勝てると思います。加藤選手、はい、加藤久希選手とともにこの総合格闘技出身として、はい、このアライブのジムから K-1 に参戦とする、はい、参戦するという意味で、ちょっとそのキックボクシング上がりで K-1 参戦されている選手とは経緯が違うと思うんですけど、はい、その点っていうのはちょっと意識されたりします？総合格闘技出身だからこそ見せられる試合とか、そういうことに関して。なんか多分総合の選手がやっぱ K-1 ルールで勝つのって基本的にはやっぱ判定だと難しいと思うんですね。やっぱりポイントっていうか、そのやっぱりルールが違うんで。だけど逆に言うと、やっぱ総合の選手の力を総合同士でやるよりももっと見せれるのかなっていうのは思いますね。例えばフィジカルだったりもそうですし、まあ打撃に対しても独特のやっぱ培った力を皆さんに見てもらえる機会だと思ってます。お気持ち、ご自身のお気持ちとして、その K-1 叩き上げっていうわけではなく、外から乗り込んで制圧してやるぜみたいな、まあ、その外敵感というのはあったりはするもんなんですか？もちろんそのしっかりキックボクサーとしてアマチュアからどんどん経験を積んで K-1 出てる方も、もちろんすごいと思いますし、だけど、まあね、我々総合格闘家もそうですし、まあ、僕なんかもいろんな試合出たりいろんな国で戦ってきてるんで、そこの面ではその経験は純粋のキックボクサーよりもはるかに上だと思ってます。それでは、最後になりますが、今回の試合、楽しみにしているファンの皆さんにこちらカメラ目線でメッセージをいただければと思います。よろしくお願いします。はい、好きなバナナは食べ物です。アニマルコージです。2戦目で相高選手と試合することになりました。まあ、一発目見た時、大半の人間は僕が負けると思ってたと思うけど、なんて言うんだろう、野獣は場数でも歴でもないんで、元から強いんだよ。俺は次の試合しっかり KO してやるから、皆さん見ててください。